ヨンバウェルは、スウェーデンの画家。最も知られた作品としては、童話集ブランドトムターオトロールがある。ヨンバウェルは二人の兄弟と一人の姉と共に、スウェーデンのヨンショーピング氏に生を受けた。姉が十三歳の時に溶接したことは、ヨンバウェルのその後の老いたちに、大きな影響を与えた。彼は、父親のシャルキトリー作りを支えながら、常にスケッチをし、絵を描くことを止めなかった。 16歳の時、ストックホルムで絵画を専攻し、2年後には、スウェーデン王立芸術アカデミーに入る。アカデミーでエステル・エルクビストと知り合い、1906年に結婚。1908年から1910年にかけて、ドイツとイタリアを共に周遊する。エステルは、妖精姫など、バルエルの作品に、たびたび登場した。しかしながら、次第にうつ病と、 自己嫌悪に苛まれるようになった結果、1918年には離婚に至ることとなり、同年の12月、船の難犯に巻き込まれて、その生涯を終えた。妖精姫バウエルの初期の作品は、アルベルト・エングストラムや、カール・ラーションなど同年代のスウェーデン画家にかなり影響を受けている。イギリス人、サシエ画家のアーサー・ラッカムやエドマンド・デュラックなどに幅広く影響を与えた。 また、ノルウェーのミュージシャンであるモーティスが発表しているアンビエントミュージックのアルバムジャケットに多数の作品が用いられている。ありがとうございます。